今ではすっかり埋められてしまって跡形も残っていませんが、ここが昔の帯取の池というんですよ。江戸の時代にはまだちゃんと残っていました。ご覧なさい。これですよ。半七老人は万円盤の江戸絵図を広げて見せてくれた。市ヶ谷の月桂寺の西、美醜院の中屋敷の下に帯取の池というかなり大きそうな池が水色に染められてあった。京都の近所にも同じような湯跡があるそうですが、江戸の絵図にもこの通り記してありますから嘘じゃありません。この池帯取というのは、昔からこういう不思議な伝説があるからです。もちろん、遠い昔のことでしょうが、この池の上に美しい錦の帯が浮いているのを、通りがかりの旅人などが見つけて、それを取ろうとしてうっかり近寄ると、たちまちその帯に巻き込まれて、池の底へ沈められてしまうんです。何でも池の主が錦の帯に化けて、通りがかりの人間を引き寄せるんだというんです。大きい錦蛇でも住んでいたんでしょう、と、私は学者めかして言った。そんなことかもしれませんよ、と、半七老人は逆らわずにうなずいた。またある説によると、大蛇が水の底に住んでいるはずはない。これは睡蓮に達した盗賊が水の底に隠れていて、錦の帯を取りに往来の旅人を引きずり込んで、その海中物や着物をみんな剥ぎ取るのだろうというんです。まあ、どっちにしても気味の良くないところで、昔は大変に広い池であったのを、江戸時代になってだんだん狭められたのだそうで、私どもの知っている自分には、岸の方はもう浅い泥沼のようになって、夏になるとヨシなどが生えていました。それでも帯取の池という嫌な伝説が残っているもんですから、誰もそこへ行って魚を取るものもなし、泳ぐものもなかったようでした。するとある時、その帯取の池に女の帯が浮いていたもんだから、みんな驚いて大騒ぎになったんですよ。それは安政6年の3月初めであった。その年は予感が割合に長かったせいか、池の岸にも吉の青い目がまだ見えなかった。ある時、近所の者が通りかかると、岸の浅いところに女の派手な帯が長くを引いて、真ん中の水の方まで流れているのを発見した。これが普通の池でも相当の問題になるべき発見であるのに、まして昔から帯取の池という奇怪な伝説を持っているこの池に女の美しい帯が浮かんでいるのであるから、その噂はそれからそれへと伝わって、持ち地近所の大評判となったが、うっかり近寄ったらどんなに恐ろしい目に遭うかもしれないという不安があるので、臆病な見物人はただ遠い方から眺めているばかりで、誰も進んでその帯の正体を見届けるものがなかった。そのうちに美醜院から侍が2、3人出てきた。彼らは袴の桃立ちを取って、この泥深い岸に降り立って、疑問の帯をずるずると手繰り上げたが、帯は別に不思議の働きをも見せないで、濡れた尾を引きすりながら明るい春の日の下にさらされた。帯は池の主ではなかった。やはり普通の若い女が締める派手な帯で、青と紅と紫と三段に染め分けたちりめん地に朝の葉模様が白く絞り出されてあった。誰がこんなところへ捨てていったんだろう。それが第二の疑問であった。帯はまだ新しい綺麗なもので、この時代でも売れば相当の値になるものを、誰が惜しげもなく投げ込んでいったものか、それについては色々の想像説が現れた。あるものは盗賊の仕業であろうと言った。盗賊がどこからか盗み出してきたのを、邪魔になるので捨てたのか、あるいは後の証拠になるのを恐れて捨てたのか、おそらくは二つに一つであろうとのことであった。またあるものは誰かのいたずらであろうと言った。ここが帯取の池ということを承知の上で、世間の人を騒がすためにわざとこんな帯を投げ込んだものであろうとのことであった。しかしそんないたずらはもう時代遅れで、天保以後の江戸の世界には、相当のもの種を使って世間を騒がせて、陰で手を打って喜んでいるような悠長な人間は少なくなった。したがって、前の説の方が勢力を占めて、これはきっと盗賊の仕業に相違ないということに決められてしまった。しかしその盗賊はわからなかった。その被害者も現れてこなかった。疑問の帯は辻番所にひとまず保管されることになって、そのまま2日ばかり経つと、ここにまた思いもよらない事実が発見された。その帯の持ち主は、
市ヶ谷かっぱ坂下の酒屋の裏に住んでいるおみよという美しい娘で、おみよは何者にかしめ殺されているのであった。そうわかると、またその評判が大きくなった。おみよは今年18で、おちかというお袋と二人で、この裏長屋に下田屋暮らしをしていた。長屋といっても、寄り付きを合わせて4巻ほどの小綺麗な家で、ことに母は近所でも評判の綺麗好きというので、格子などはいつもピカピカ光っていた。しかしこの親子が誰の仕送りでこうして小綺麗に暮らしているのか、それは近所の人たちにもよくわからなかった。おみよの兄という人が下町のある大棚に勤めていて、その兄の方から月々の仕送りを受けているのだと母のおちかは吹聴していたが、その兄らしい人がかつて出入りをしたこともないので、近所ではそれを信用しなかった。おみよは内緒で旦那取りをしているらしいという噂が立った。おみよの器量が良いだけに、そういう疑いのかかるのも無理はなかったが、母子は別にそれを気にもやめない風で、近所の人たちとは仲良く付き合っていた。帯取りの池におみよの帯が浮かんでいたその前の日の朝、この母子は練馬の方の親類に不幸があって、泊まりがけでその手伝いに行かなければならないと言って、近所の人たちに留守を頼んで出て行った。表の戸には錠を下ろして行ったので、誰も家を覗いてみる人もなかったが、それから足掛け4日目に熊母が一人で帰ってきた。両隣の人に挨拶して、やがて格子を開けて入ったかと思うと、たちまち泣き声を上げて転げ出してきた。おみよが死んでいます。皆さん、早く来てください。近所の人たちも驚いて駆けつけると、娘のおみよは奥の6畳間に仰向け様に倒れていた。それを聞いて家主も駆けつけた。やがて医師も来た。医師の診断によると、おみよは何者かに絞め殺されたのであった。さらに不思議なことは、おみよは熊母と一緒に家を出た時と同じ身なりをしているにもかかわらず、その朝の葉の帯が見えなかった。彼女をまず絞め殺しておいて、それからその死体を適当の位置に据え直していったことは、その死に様のちっとも取り乱していないのを見ても悟られた。おみよさんがいつの間に帰ってきたんだろう。それが第一にわからなかった。おちかの説明によると、その日練馬へ行く途中で、娘の姿が急に見えなくなった。もちろんその前から練馬へ行くのをひどく嫌がっていたから、途中でお袋を巻いて逃げ帰ったのであろうと、おちかは推量した。先を急ぐ身は今さら引っ返して戦意もならないので、彼女は娘をそのままにして先方へ行った。通夜やら葬式やらに3日ばかりの暇を潰して、4日目の今朝早くに練馬を立って、たった今帰り着いてみると牢の錠は外れていた。案の通り、娘は先に帰っているものと思って、格子を開けてはいるとうちは昼でも真っ暗であった。口小言を言いながら窓を開けると、まず目には言ったものは娘の浅ましい泣き殻で、おちかは腰の抜けるほど驚いたのであった。何が何やら一向にわかりません。私はまるで夢のようでございます、と、おちかは正体もなく泣き崩れていた。近所の人たちも夢のようであった。おみよがいつの間に帰ってきて、いつの間に殺されたか、両隣の者すらも気がつかなかった。それにしてもおみよの帯を誰が解いていったかと戦議の末に、それが一昨日の朝、蚊の帯取りの池に浮かんでいたということが初めてわかった。おちかもその帯を見て、これは娘のものに相違ないと泣きながら証明した。してみると、何者かがおみよを絞め殺して、その帯を解いて抱え出して、わざわざ帯取りの池へ投げ込んだものであろう。しかし、何のために彼女の帯を解いたか。欲のためならばこの家内にもっと金目の品はいくらもある。彼女の帯ばかりでなく、着物をも剥いでいきそうなものであるのに、単に帯ばかりに目をつけて、しかも場所を選んで、それを帯取りの池へ沈めたというには何か深い司祭がなければならない。まさかに池の主が美しいおみよを見込んだわけでもあるまい。どう考えても、この疑問がまだ容易に解けそうもなかった。こうなると近所迷惑で、長屋中の者は皆自身番の取り調べを受けた。とりわけて母のおちかは、自分が娘を絞め殺しておいて、わざと家を留守にしていたのではないかという疑いを受けて、その中でも一番厳重に吟味されたが、
オチカは全く何にも知らないと言い張った。近所の人たちもボシが二人連れで出ていくところを見届けたと証明した。ことにこのボシは普段から仲良しで、お袋が娘を殺すような理由は誰の目にも発見されなかった。おびとりの池の秘密はその恐ろしい伝説と同じように、いつまでも疑問のままで残されていた。